どうにかしたくて取り出した魔法の本がむしゃらに読んでつけたセンテンス憂鬱な気分なThank you.
を感じない帰って悟られないように隠した罪もあり、でもなんだろう胸騒ぎが声は恋なのかクエスチョンの心に出てよかったなと思うようなあったかい言葉もあったり、決してね僕普通に仕事しながら一時のパパだったり、して別に皆さんと何も変わらなくて、こういう場で、歌わせてもらって本当に感謝しております。本当にこうやって集まってくれないとね、表現することができないんで、本当にありがとうございます。短い時間ですけど今日ね本当良かったですね。ほんまにすごい、それぞれ、何か、なんか胸にくるような、そういう時間でしたね。高校卒業してもう17年ぐらい経つんですけど、そんななのかな。今日久しぶりにね高校の頃の同級生が来てくれた。音楽やってなくても出会えたったかも、再会できたかもしれませんけど、こうやって やり続けておくとなんかいい出会いがあるなと思います。では、田舎の歌、そういえばねこの間の金曜日にやってたんです。僕ふるさと赤坂町っていうところなんですけど、その隣町の、山陽町に、ココリコの遠藤が来てました。あそこに行ったんかとか、あそこのソフト食べたんだなとかね、やっぱりふるさとを皆さん大事にしてください。ではカントリーソング。
教科書に描いた落書きのチョークで謎を織る過去の君、足りない背丈で大きめの自転車で走り抜けた少年の風景、笹の葉浮かべた小川の眺めは澄んでいて、これからああめくる多くの喜びと悲しみを乗せて、少し迷ったらね会いに行こう、ほどけた顔をした君に何も変わらないあの頃、少年の頃の自分に会いに行こう、 Yeah, yeah, yeah、 Sing it a country song, country blues song、 Oh, yeah, yeah、
い道決意も新たに奮い立つ少しの余裕と強がりでゆらり揺れるような花が咲き誇る欲しいものなど何もないただあなたの声が聞きたいからただあなたの声が聞きたいから
台風来てどうなるかと思いますけど。競技場はやらないでしょ、あれは。どうもやっとくからね、あれは。ほんまにもうみんなやっぱ頑張って選挙行って、選挙行きましょう。で一生懸命みんな生きてますけどね。2日間で分かるよね、高すぎるのっていうね。いらないでしょ、あんな。じゃあ、スイートホームとか帰ろうよ、さあ帰ろうよ。
曲で最後にしたと思います、安全保障問題どうもあります。もうふざけんなと、思って、僕は、僕たちはこうステージで何が表現できるか、やっぱり愛すること、愛を伝えていくことだと思っております。じゃあ皆さんに、素晴らしい愛が降り注ぎますように、愛の歌という歌で、終わりにしたいと思います。松本圭介でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そうなんだよ、あの曲やってるんだよ、ホッペで初めてワンダーランドだ。
せを授けて何かを伸ばしてあげてやる。Together.